皆さんどうもカメゴンです。9月も半ばになりましたけど、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回皆さんご存知の爆竹の今井さんのまいまいなんですけど、 BT120MM っていう、もう皆さん詳しい方なんかはご存知だと思うんですけど、ちょっと画面の位置が合わせないちょっとどの高さに持っていっていいかちょっとわからないんですけど、まあ、これもちょっとなかなか私も欲しいなと思ってたんですけど、ちょっとなかなかちょっとこう買うタイミングをちょっと結構逃したりで、ちょっと買えなかったんですけど、今回ちょっとある機械にちょっと買うことができまして、でこちらもやっぱりもともと私このマイマイは爆竹のまあ爆竹を聴き始めたのは悪の花からだったんですけど、悪の花でこの白いマイマイを使ってたっていうのをずっと知らなくて、で狂った太陽の赤マイマイが一番最初のマイマイだと思ってたんですよね。で後になってこの実は白マイマイがすでにもう赤の赤マイマイよりも前に存在してたっていうのをちょっと知らなくて、でまあやっぱりマイマイなんですけど、こう、まあ私はちょっと一番最初の、ちょっときっかけは、やっぱり赤マイマイだったんですけど、赤マイマイかっこいいなと。でもこの白マイマイ見たときに、なんかこう色がシンプルで、こう黒と白だけのこの作りもかっこいいなとちょっと思って、で、結構ネットとかでも、なんか白の方が結構、個数がまあ少ないというか、なんか結構なかなか手に入れるの大変みたいで、私も今回ちょっとたまたまちょっと購入することができて、で、まあ、ただ30年以上前のやっぱりギターなので、結構汚れとかはまあ最初はちょっとあったりはしたんですけど、で、まあ、メンテナンスっていうわけじゃないんですけど、まずちょっと汚れをちょっと取るのにちょっと弦を外して、でまず古いの弦外してちょっとフィンガーボードをちょっとまず掃除して、その後ちょっとワックス蜜蝋ワックスというのを私使ってるんですけど、皆さんよく使われるタイプのオイルではちょっとなくて、こう蜜蝋ワックスいうので持ってるギター全部を拭いて、であとはちょっとここのピックアップとかもわざわざこういった金色のエナメル塗料なんですけど、まあ、エナメル塗料はちょっとこう固着力はちょっとまああんまり強くはないんですけど、その分拭き取りとかそういうのが結構しやすいので、そういうのでちょっとこのまあここのまあピックアップそのままFGI テクノロジーっていうのをちょっとまあもうそのままつけたのついてるのをちょっと使ってるんですけど、そういうのちょっと文字書いて拭いたりとか。見えないですかね、ちょっと画面が暗くて。あと、ここの、ブリッジは今そのままなんですけど、ブリッジの方は。今ちょっと注文してるのが、ブリッジのイモネジを、まあ今まで使ってるギターも、ちょっとイモネジ結構錆びるんで、結構ステンレスのイモネジが結構、比較的安くて、結構作りもしっかりしてて、今ちょっと注文中という感じなんですけど、とりあえずはちょっと今こういう感じで新しい弦だけ張り替えるのと、まあさっきのフィンガーボードとか、まあこういったちょっとピックアップとか掃除したりで、あとまあこの弦がまた新しく、この今回書いた弦が古くなったら、もう一回またちょっとこのボディのワックスとかちょっとかけたりとか、あとこの辺もやっぱりまあちょっと色とかもうちょっとどうしても白というか、なんかもうネックとかはなんかアイボリーみたいなんですけど、まあでもやっぱりちょっとある程度メンテナンスとか定期的に掃除しながら大事に使えたらなと思います。奥さんからはちょっと厳しい目で見られてるんですけど、なんとか自分の小遣いギリギリで今持ってる感じで、ちょっとまあどこ、まあ出かけてない分ちょっとこういったところにまあお金がちょっと回ってしまうんですけど、やっぱりちょっと子供の習い事とか、やっぱそういうのもちょっとバランス取りながらちょっとしていかないといけないので、まあ本当はこうフレット交換したりとか、それはもちろんしたいんですけど、ちょっとなかなか
すべてはちょっといかないので、まあ、もしだいぶ数年経って落ち着いたら、まあ、そういうのができればなとはちょっと思っています。まあ、そんなこんなで楽器の方もなんかちょっとこう鑑賞用なんか眺めるのが楽しみみたいなためいうのもちょっとあるんですけど、こう見てるだけでなんかちょっとワクワクしてくるような感じで、まあ、皆さんもいよいよちょっと9月22日ちょっと楽しみだと思うんですけど、あと会員フィッシュタング会員の方はなんか16ぐらいからなんか視聴コンサートというか、なんかそういうのもあるふうにちょっと聞いてるんで、結構まあそういうのも楽しみかなとはちょっと思っています。では皆さんまたちょっとこれから季節の方も変わってきますけど、体調の方を崩さずに、また爆竹の方もゴーゴービーティートレインの方を楽しみに一緒にしていけたらなと思います。もしよろしければ高評価チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それではまた。